石田三成、あんたに話がある。何の用だ。消息が持てちか。貴様は秀吉様の敵だ。ならば私の敵だ。新兵器暁丸よ。現在制作中だ。兄貴、こいつを出すのはまだ早いっす。何の利益もなく同盟を組む。そのようなザレ言は信用できる。あんたも随分とお堅いな。さては裏切られるのが怖いのか。俺の信頼を裏切ったのは家康だ。知らねえな、妹の優しさを。真っ赤な海になっちまったか。暴れたいだけなら歓迎なんだがな。大きなお客さんがお見えです。あばれ、桃太郎は鬼に負けましただぜ。あんたらが奪うすべて焼き付けるぜ。やろうぞ。
この時襲撃さえ受けてなけりゃ。俺に援護せずこっちまで。了解っす。貴様ら根節丁寧に相手していられるか。この苦しみあんたには決してわからねえ。